ストの最低点数は、自分が経験した怪奇現象は、俺がやったっていうのお前らだよ。かゆーチャンネルの怪獣チャンネル、現在のチャンネル登録者数が821になってます。うわ、俺の配信のおかげだな。皆さん頑張って、努力あるからね。ということで、今年中に1万人いかないと怪獣チャンネルは解散となりますので、皆さんチャンネル登録お願いします。お願いします。質問コーナーをやりたいと思います。ただね、質問コーナーするだけじゃつまらないので、ナゲット2キロもっぱんで質問コーナーしていきます。イエーイ。大盛りです。いや、あの動画重いですね。ちなみに多分80個ぐらいあります。いただきます。やったはい、じゃあね、このチャンネルを初めて見た人もいると思うので、はい、まず名前からいきましょう。ひめです。怪獣チャンネルライガです。怪獣チャンネルふうかです。一番好きな給食は何ですか？揚げパン。揚げパン。カレーライス。カレーライスか。一番好きな食べ物、かっこ給食以外。ブルドッグ。とんかつ。ハンバーガー。次、好きなことは？ゲーム。運動。ゲームも好きだけど、運動も好き。スミレは？スタッフ。行くから。行かねえやん。行ってるから。もう、お前、春休み。リリちゃん友達じゃないよ。そういうのが初回だっつってんの。そういう YouTube 黙れ。お前もだって最近言ってねえじゃん。お前もで、何から。はい、次、じゃあ好きな人はいますか？はい。だよ、いらん。スミレは？あ、いるんだ。あ、じゃあ次、家族が多くて良かったことは何ですか？下の子たちが悪いことして、こういうことしたらダメなんだなって学んだところ。自分が学んじゃうの、下の子たちに。え？私はパシリにできること。パシリにできること。ないです。あ、俺もパシリにできること。パシリにできること。あ、もうみんなで仲良く遊べること。まあまあまあ、そうだよね。俺気になる。いるから。テストの最低点数は0点。この動画、この動画。ハウガは15点です。15点。やばいな。私は17点です。ひどい。自分の宝物は何ですか？パパから買ってもらったあの財布。あ、財布ね。ゲームのデータ。命の次に一番大事なもの。スミレは？私はキーホルダー。キーホルダーなんだ。うん、幼稚園生だな。自分が経験した怪奇現象は？配信中に鉄板が落ちてきた。あ、ね、あったね。誰もいないのに、ライガの後ろに置いてあった鉄板が配信中にバカ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 って怒ってくるんだよね。しかもね、怖いの見てる時。そうスミレたちは怖いテレビを見てたんだよね。フーガは？怪奇現象なんかあった？立ってたら、玄関にスミレのなんか座ってるやつ。ああ、言ってた。ね、言ってたよね、うん。キッチンの隣が玄関なんだけど、フーガがそこに立ってる時に、あ、スミレがそこに座ってる感じがしたって言ってたもんね。多分スミレの生き量じゃねって今も言ったよね。どこが？今。今思いました。じゃあ次やっていい？うん。怖い夢見て目を覚ましたら、カラス張りになってた。上はなんか壁なのに、足音が聞こえて、カサカサも聞こえて、ゴキブリじゃね？ゴキブリが怖すぎて、それでママがドア開けて、体が動いて、ママに話した。金縛りって怖いよね。という質問が来ていました。じゃあ次。もし宝くじが当たったら何に使いますか？あ、私は家買う。家買う。ゲームに課金する。ゲームに課金する。親孝行。親孝行、おー、いいね。めっちゃやばい。ゲームに課金するだろ。100万だったら50万を親孝行して、50万を課金する。
次。明日、もし地球が終わるとしたら何をする？地球が終わる前に俺は死ぬ。死ぬの？そうなの？終わる前に死んじゃうの？私は、うん、自分のしたいことする。何したいことって？ディズニーに行ったりとか。行けねえよ、一日に。見せたまで。お腹いっぱいになってきた。これ終わる！バリかな？ YouTube 一番人気タイム。明日終わっちゃうのにそんなんでいいの、人生。結果残すの？結果残す。やっぱ違う。童貞卒業する。童貞卒業する。童貞って何？じゃあ次、タイムマシーンで過去に戻れるとしたら何がしたいですか？戻れるなら、うん、自慢する。何を？何を？競馬。競馬で先を見て番号を、うん、とか入れればもう当たり。未来が分かってるから過去に行って競馬の番号を当てるってことね、じゃあ、うん。ライガは去年の年越しするときにジャンプしてなかったからジャンプしたかった。じゃあそれ似たようなやつあるわ。じゃあ藤山乗れた。あー藤山ね、乗んなかったもんね。その時の動画はこちら。こちら。いや藤山言うて怖くなかった。面白かったよね。ママの声が怖かった。いや嘘つき、ママの声絶対キャーッ。お腹の脂肪ちょっとなくなるかも。一番だるかった企画は何ですか？はい、YouTube のね。ルーレットご飯。あー、ルーレットご飯ね。その時の動画はこちら。これね、すごかったよね。コカ・コーラにご飯とかやばかったよ。プリンにご飯とかね。ダイスゲーム。ダイスゲーム。読んだんだっけ？4段じゃない？5段までか。次の動画、ダイスゲームにしようと思ってたんだけど。じゃあ逆に一番楽しかった企画は何ですか？沖縄旅行。わあ、旅行系、旅行だよね。ルーガは2回目このプールね。これバク転してミスってお背中怪我したしね。バク転の動画はないけどプールの動画はこちら。はい、じゃあ次スムでは旅行かな。沖縄。沖縄。次は大阪行きたい。あ、大阪ね。あ、大阪行きたいわ私も。じゃあ次、一番楽しかったことは企画以外で。野球でヒット打ったことで。付き合えたことじゃんじゃないの。言われてる。後悔しない。それは好きな人ができたことなんじゃないの。人生で初めて。そうだね。ふうがは友達と野球して2ホームランったこと。ふうが彼女かわいそうだね。私付き合えたことなんじゃないのって。はい、じゃあもう皆さんお腹いっぱいですか？うん、腹痛い。ジンカイ禁止。来てんの？見た目来てんの？やだ。それはあなたの感想です。そうじゃん。そうだよ、当たり前じゃん。やだっつってんの。それとあなたの感想です。やだって言ってんの。私は狭いからやだっつってんの。ジンカ。お前が来るからだよ。見た目の感想ですよね。いや、お前言ってるから。見た目だって。もういいですか？ってんの？やめなよ、もう。はい、じゃあね。てんの。え？俺が嫌だって言ってんの。お前らだよ。お前らがそうやってさ、あそこでさ、しょこ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 しょしてるからでしょ。質問コーナーも終わりにしようと思いますが、愛とお金、どちらが大切？金！金！金！って言うなぁ。愛。愛。愛は金で買えない。そうだね。はい、すみれは？愛。愛なんだ。じゃあラスト2問。好きな異性のタイプは？異性って何？好きな女の子のタイプは？私お女の子。好きな異性は？ショートカットで身長ちっちゃくて髪型はどっちでもいいけど、なんでもいいけど可愛い系。可愛い系なんだ。俺は、身長ちっちゃくて、あのママの髪型と同じで、ママは前髪。キノコのこのこ元気のこ。なんか分けるんじゃなくてこうやってピトって。スミレみたいってこと？うん、あ、パッツンみたいな感じで。パッツンじゃない、パッツンじゃないの。かわいい、うん、かわいい系なんだね。じゃあスミレは逆に男のタイプ。静かめな人。静かめな人だった。じゃあ最後の質問です。今後の目標は何ですか？今後の目標は1万人行くことかな。俺は、うん、焼肉行くこと。焼肉行くこと。1万人行くこと。やめろってば。ライガ。
質問コーナーは終わります。ナゲット2キロは食べれませんでした。あとでチビたちが美味しく食べます。ごちそうさまでした。2024年1万人から上がったら引退なのでチャンネル登録お願いします。お願いします。また来週。